さてさて、地図をねチェックして、あの Google Earth の航空写真でこういろいろ見てるんですけど、どうしようかなと。まあ本当にラッキーなことに、朝一初めて入った場所でね、かなり楽しい釣りをさせてもらったので、まあ、ちょっと大幅に移動しようかなと。60キロほど、ちょっと1時間ちょいぐらい車を走らせて、全く違うエリア、ね、業種も少し変わるかなと、5、60キロ走れば。案外ね、北と南で5、60キロも走ると、変わるもんなんですよ、魚がね。うん。なんかね、もっと違う魚種も釣りたいなと。まあ、そもそも、今朝ぐらい釣れてくれたら、僕は本来もう釣りやめて観光楽しむタイプですけど、今日は、皆さんにお見せするために、ちょっと釣りに専念しなきゃならないんで、うん。はい、さらなる新天地を求めて、車走らせます。よし、スタート。まあ今日はね、本当に地方へ来てますけど、大都会の釣りもね、僕好きなんです。で、例えば神戸であったり、西日本だとね、大阪、神戸、明石、姫路、各市のね、海岸線をこうやって車走らせながらね、要所要所チェックして、で、僕が今日やってるような釣りを展開する場所、ポイント選びをどういうふうに選んでるかというと、もう一番は人のいないとこ。釣り人がいたら僕は入りません。誰もいないとこでやります、常に。うん。人がいたとしても、かなり離れたところにポツンといるとかね。3メーター、5メーターぐらい近くにね、人がいたら、もう、堤防の先端とか人がいたら僕は絶対入りませんし。うん。それでもね、十分な釣果が出るのよ。これ一つの魚釣りしてポイント探しの一つのコツなんだけど、まだ経験値のね、低い方たちは、人がいるから釣れるんだ。釣れてるんだ。じゃあ自分も釣れるだろうと考えがちなんだけど、僕らみたいに長く釣りやっててさ、釣りが何たるものか、こう、ある程度分かってる人間は、人がいたら釣れないと思うからね。まあ、100% 言い切ってるわけじゃないんだけど、基本的にそういうことが多いです。はい。ちょっと後ろの車がうざいので、先行ってもらいましょう。田舎の道はさ、ゆっくり走りたいよね。だから本当にね、僕はとことん人がいないとこ行くんだけど、誰もいないところでね。で、一般的には釣れそうな気がしないじゃない、そういうとこって。でもね、そうじゃないんだよ。僕は基本的に堤防で釣りをする場合でも、堤防の先端周りとか行かないですよ、あんまり。大体根元が多い。で、一般的には逆なんだよね。みんな先端に行きたがって、根元ってガラ空きだったりすると。で、根元のちょっと脇の方とかね。まあそんな感じで、ポイント探ししたらどうなるかみたいなとこもね、今日今から見ていただきましょう。うん。さて、到着しました。うん。ご覧の通りね、これずっと、あの山の方までずっと湾になってて、右の奥の方が、かなり大きな漁港になってます、この奥がね。あれだね、静岡の西伊豆の方とか、あと和歌山とか勝浦とか、なんか、まあ、地方の
にありそうな割と大きな湾なんです。でこういうとこ来るとさ、まあ対岸側に堤防が見えるよね。で僕の左手にこう堤防があるんですけど、あの基本的にライトゲームアングラーって堤防大好きだから、もちろん僕も大好きなんだけど、昔ならいざ知らず、昔はね堤防に行きさえすればとりあえず魚釣れたんです。うん、今はね、まあ、釣れなくなったと同時に人が多くなって立ち入り禁止の問題等ね、いろいろあって、もう僕は完全に、どれくらいだろうな、もう10年くらい前から脱堤防っていうのをね、あのおすすめしてます、歌ってます。うん、昔の僕だったらこの奥まったところね、これちょっと白い船が影になって邪魔して見えないんだけど、あの奥に漁協があるんだけど、あとあそこのオレンジ色のクレーンのようなものがあるところですね、ゲートが、ああいうところの、うん、車横付けしてベタ付けして釣りができるようなところで、際へこう落とし込みのようなことをしてカサゴたくさん釣ったりキジハタ釣ったりして遊んでたんです、昔はね。うん、でまあもちろんこういう堤防もやりました。でもね、まあ全国いろんなところ僕釣り歩きましたけど、なかなか堤防でいい釣りができるような場所って意外にないんです。意外にもう沖縄に行っても堤防ってもうね、魚がね結局釣り切られちゃってんだよね。綺麗だね、この奥でもこんなだもんね。うん、影にスズメダイだな。小魚がねいるってことが非常に大事で、小魚一匹見えない場所ってなかなか魚釣りがたいんでね。お、餌になるようなビートが、ビートの群れが、キビナゴだ、キビナゴです。キラキラしてる。うん、いい状態だね。影には必ず魚がいるし、まあ、ちっちゃい群れとはいえキビナゴが、あれ食いそうな魚がいるのなんか。うん、というふうに、まあ、まあまあ堤防ってやっぱり素敵なんですよ。でも田舎の堤防、よほどの田舎でもない限りね、なかなか堤防の釣りが成立しがたくなってきてる。そんな近年、僕の近年ってのはこの10年のことなんだけど、うん、僕はねあんまり堤防で釣りしなくなりましたよ。あー、すげえすげえ、キビナゴの子がいっぱいいる。ほら、じゃあ僕がねどんなところを狙うかというと、堤防ではなくて地形の把握ね。何でもかんでも堤防だからじゃなくて地形の把握。例えばここのちょっと入り江っていうのは、あの右の奥の方から外海の潮が入ってくるのと、こっちの左からね、今石積みの堤防が沖に見えますけど、あそこから潮が入ってくるわけ。このここが交差点になってるんだよね。ってことはこの堤防の内側よりも右から入ってくる潮と左から入ってくる潮の交差点、このエリアが一番魚が濃厚なはず。じゃああの堤防からこう投げればいいじゃないかって誰しも思うけど、堤防はね高確率で釣り切られちゃってます。だから僕が狙うのは足元のアンジュレーションね、水深とブレイクの存在とかがあれば、こういうね、護岸沿いの方が、僕の主戦場になってます。もちろんこの小ハブロック帯もね美味しいです。はい、ということでここでやってみましょう。はい、ここはね実は3度目なんだ。
で、もう把握できてるの。一番最初に来た時にね、本当にあちこち車走らせちゃう良さそうなところで降りて、まあ、竿持たずにね、まずこうやってチェックするわけですよ。ここがね、非常に僕が気に入ったんです。で、まず、この護岸からこうやって見ると、堤防もね、見て回ったんだけど、で、釣っても見たんだけど、車をね、こっち側に止めてるんだけど、空き地があるので、スペース、空き地というかスペースがね。で、ここの方が圧倒的にいいんですよ、堤防よりも。ブレークが近くて、ぐっと駆け下がってて、で、最初に来た時はね、今日は濁ってて、いい感じ、釣れそうな色になってるんだけど、すごい炭塩で、真夏のね、炭塩だったね。で、岩がね、ゴロゴロ点在してるのが見えて、ブレークもあって、で、おまけにアオリイカの手のひらサイズか、もうちょっと大きいやつもいて、キビナゴその他のね、ベイトフィッシュもよく見えて、何かしらここはね、あの生息条件が整ってるなと。うん、この湾のいいところは、まあ、背後に山があって川がないのよ。この川のない大きな湾の特徴ってのは、山が吸った水をこの湾の中でね、伏流水でこう湧き水が絶対にどっかで出てるの。山があるのに川がないっていうのは不自然なんだよ、自然から言うと。普通は細い川がこうになるはずなんだけど、川がないってことは、その代わり地下を水が通って海の中へ出ていってるっていうことがね、往々にしてあるので、うん。で、おそらくここが環境的にそうなんです。なので、非常にあの湾の中の水がね、あの循環があって安定してて、酸素の供給が沖側からの潮だけじゃなくて、内陸側からの湧き水によって、酸素の供給もされてる。だから、餌になるね、小さいベイトフィッシュがたくさんいるというふうにね、僕は踏んだんです。はい。で、堤防もチェックしましたけど、最初に感じた通り、この位置がですね、非常にいいぞということで、竿を出したらボコボコに釣れて、うん、二度ともね、いい釣果出せてますので、うん、今回のロケはここを最後に、ここ最後じゃないか、もう一箇所ね、あの川筋もやってみたいんですけど、とりあえず海の釣りはここで終わらせようかなと思ってます、はい、ということで、僕のベースのコワンタックル、FXBTS67UL トレスサビアに、2024年4月発売となりましたインクス、僕の相方の地球さんの手によるね、あのフルチューンドマシン、フルキャストマシン IRCT に P が四つ編みさんのですね、ボーンラッシュの 0.85 で、リーダーはクレハさんところのシーガーのグランドマックス FX の 2.5 で、ルアーはどこでもいつでもジグ、ナッツジグの 5.5g 定番、港湾部のひとまず定番ですね。はい、じゃあこれで久しぶりの、コロナぶりのこの場所でね、うまくまた魚が釣れるかどうか期待して一投目投げてみましょう。ちょっと風が強い。ハット飛ばないように気をつけないといけないな。よし、着底。もう巻くだけ。巻いてクラッチ切って落とす。まあ、こういうところ、なんでベイトタックルばっかり使ってんだろうと思われるかもしれないけど、根を釣る釣りってね、やっぱベイトタックル便利なんだよ。底取れました、巻きました、切りました、もう本当にワンタッチでこうベールを起こしたりする必要がないんだよね。渡った着底から巻きます。
おし、あー、これはカサゴじゃないな、ベラ君だな。巻く、落とす、着底、巻く。早速いい感じで当たってきたね。小さい魚がでも釣れるようにアシストフックもつけてるんですけど、跳ね上げられちゃったね、アシストフック。よし、相変わらず魚影が濃いぞ、ここは。よっしゃ、巻く、底を取り直す、おお、当たってます。ベラがいっぱい入ってるで、ベラのバイトだな。すんごい当たってくる。これ全部ベラ、ベラです。こういうね、コン、コン、コンってくるのは。よっしゃ、ヒット。これはベラじゃないかな。ベラかな？か、カサゴだ。カサゴはやっぱり一発でヒットするんだよね。はい。かわいいカサゴ。とりあえずかわいいカサゴ。うん。よし。かわいいカサゴも撮影しといてあげましょう。よっしゃ、はい、ありがとね。フォーセップ出陣です。これがね、一番魚の口を痛めにくい。で、僕はフィッシュグリップも使いません。フィッシュグリップはね、やっぱ魚痛めちゃうので、あの唇持った方がずっと楽だと思ってます、魚がね。で、今ちっちゃいカサゴが釣れましたけど、これがね、朝一とか夕まずめだとでかいのから先に食ってくる。時間は1時間ほど移動してきたので9時半ぐらいかな、今。あ、約10時だね。9時47分。5時半から釣りを始めて、あとご飯食べたり、移動に1時間ぐらいかかってるので10時近くになっちゃいました。うっす、やっぱり岩がゴロゴロしてで、今でもスタックしないでしょ、外れてくれるでしょ。これがナッツジグのいいとこなんです。すごく安心して使えるよね、結構ガラガラしたとこでも。全く根掛かりしないわけじゃないけど、本当になくなりにくい。多分いろんなジグがあるけど、おそらく一番なくならないジグじゃないかな、こういう釣りしてたら。みんなね、魚釣りたがりすぎて、アシストフックのね、剥き出しなのをね、4つもつけたりする方が多いんですけど、おー、こいつはいいよ。こいつはいいよ。よし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 。出た。でっけ、あ、アシストフックかかってるよ。ほら、これ。ハゼクラ用のアシストフックがヒットしてます。よく引くなぁ、相変わらずここのカサゴ。めっちゃ楽しいよ。これは。これね、今、やる気がいまいちなんだ、まだここの魚。だから、杭が浅いんだな。だからアシストフックでかかっちゃう。このハゼクラ
用の、おっと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 、おかえり、いっ、ハゼクラ用のアシストフックね、なかなかいいよ。ちっちゃい魚、口のちっちゃい魚ね、ハゼとか。まあ、ハゼ、口がちっちゃいわけじゃないんだけど、サイズがちっちゃいからね。キスとか、ハゼとか、親ビッチャだとか、スズメダだとか、ウミタナゴだとか、本当に何でも釣れる。もういきなり釣れてるじゃない。で、このこういうポイントでもね、日々釣れる距離っていうのが、よし、すごいね、連発だね。誰もやってない場所に来るとね、こうなの。おう、キジハタ出た。これもアシストフック。これ、いまいちスイッチが入ってない証拠なんだよ、これにとってね。ちょっと警戒しているというか、お腹が空いてないわけじゃないんだろうけどね、ちょっとルアーに対して警戒心があるんじゃないかな。こういう釣れ方って普通はぼっこり、ナットジグを丸飲みしてくれることが多いんだけど、はい、キジハタ君でした。キジハタもね、ジグでよく釣れるんですよ。皆さんやらないから知らないだけで。うう、はい、ありがとう。怒ってる怒ってる。水温がいいのかな。いつも夏場に来てたからあんまりキジハタが出なかったのだけど、これ6月っていいのかもね。6月に初めて来るんだけど、6月ったって6月、今日は6月5日。うん、中潮の2日目とかそんくらいかな、潮は。やっぱり初夏から夏場にかけての釣りは特にこう根魚そうなんだけど、巻くだけで食ってくるっていうのがね、すごく爽快で楽しいです。ねえ、根をこうしつこくネチネチやらないと釣れないイメージ皆さん持たれてると思うんだけど、普通に巻くだけで釣ってる上手、さっきから。特に昼はそうだからね、夜と昼がね、そこ明確に違うので、夜と昼の釣り方をね、絶対同じように考えないことです。うう、ミツバチが。昼はね、スピードが大事ですよ。夜はいろんな意味で早い釣りはね、魚に見切られやすいんだけど、昼はフォールスピードも、リトリーブスピードも早めの方がスイッチが入りやすいし、見切られにくい。これが青物とかね、大物旗とか、追いの強い魚が相手の時は、限界スピードで巻くこともある。例えばシーバスなんかもそうだし、夜はスローにあれ流したりしてシーバスもね釣るけども、案外ね、昼のシーバスってハイスピードで巻くとドーンと来たりする。お、ちょっと遠目に魚がいるっぽいな、なんか。でもいいサイズのカサゴが足元で出たよね。
まだちょっとよくわかんないって。よっしゃ。うわあ、もう、本当にマンションだよ、これ。すごいな。よいしょ。みんなアシストフックだよ、どういうわけか。この、白い糸に、興味があるのかな？ひょっとしたら皆さん。優秀だね。このアシストフック優秀です。なかなかね、こんなにポンポン釣れる場所がそうたくさんはないんだよね。でも和歌山なんかを一人で欄干して回った時も、これもあの道路沿いから、道路端からちょっと海に出っ張ったようなこういう護岸があって、そこからね、でかかったな、あの和歌山の串本のカサゴは全部30センチぐらいあったよ、その僕が見つけたポイントには。ああいうのもね、まだ残ってんだよね。串本のその場所なんてね、もう堤防行くと人だらけなんだけど、移動の途中の道路端の方がはるかに魚が多いという、こんな感じで今やってるような、この凄まじいぞこの食い方。前回よりすごくないか。おお、でっかいの出ました、でっかいの出ました。これはさすがに、さすがにアシストフックじゃないな。うう、つかませてよ。うう、ちょっと待って君。ううう、つかませてくんない。よっしゃ。今度は本フックにバッチリ。しかもよく太ってるこれ。最高だね。よーっしょ。いいサイズじゃないですか。よく引いたな。よし、これはちょっときちんと自撮りしましょう。GoPro ビデオストップ。いやー、いいサイズだね。風が強くていろんなものを飛んできそうだから、よいしょ。堤防じゃないからね、この上がちょっと狭いのが大変だ。はーい。お帰りいただきます。産卵期じゃないんだけど、餌食ってお腹いっぱいな、でかい。いやー、元気で帰ってきました。よしよし、さあ、すんごいな。よし、着底。とカサゴとキジハタ以外の何かが連れてこないかな。ここじゃ無理かな。ここは本当にカサゴの巣窟。ちょっと皆さん、あんまりこういうの想像できたことなくない？何がかというと、
使ってるのメタルジグだからね。メタルジグでこんなに連発するのかっていうのね、僕にとってはもう普通の出来事なんだけど、一般的にはねイメージないでしょ。絶対ワームの方がたくさん釣れると思ってない。全然そんなことないからね。本当に実際にね、隣に誰かがいて、ワームでワームリグででカサゴとかキジアタ釣るからって、まあちょっと軽めの小さめのシンカーのテキサスなんかでやるとね、よくわかる。変わんないよっていうね。うん。じゃあどっちが手返しいいかとなると、メタルジグの手返しの良さっていうのはやっぱりね圧倒的なので、でワームかじられたり切られたりする心配もないから、もっとねメタルジグリグ、メタルジグメタルリグをね活用してほしいですね。こんなちっこいのでもいっぱい釣れるもん、ほら。子供なんかにさ、ルアーフィッシングを教えるのに最高だよ、このナッツジグとこの釣り方。これ長崎だからって問題じゃないからね、言っとくけど、全国どこ行ってもこうなんです。実際僕は釣って回ってるから断言できます。うわ、アシストフックが奥に、口の奥に入っちゃった。よいしょ。本当にね、どこだからじゃないよ。九州だからとかね、四国だからとかね、離島だからとかね、そんな問題じゃないんだよね。釣れる理由は別に全国変わりないんです。まあ多少ね、そのベイトフィッシュの存在に種類によってはね変わることもあるけども、基本的に、ジグだからワームの方が釣れるとかそんなことはないんだよ。基本はジグで釣れるときはジグでガンガン釣れる、ワームのがいいときもある。でもジグもワームも同じように釣れるときもある。だから何だってあるんです。どっちかが一方的な話ではない。ただライトゲームがワームとともにね、ジグエッドワームとともに普及してきたからなんです。その理由はやっぱり、メバルアジがねターゲットだったから、特にそうなりやすかった、でナイトゲームだから非常にメタルルアーが機能しにくかった。でも昼にやるとこうでしょ。もう何もする暇がないぐらい僕今釣れてるよ。やばい釣り方だよ。外れちゃった。よいしょ。いい感じだったな、今のウィードの間。ガツッと来て。メタルジグで通用する日、場所じゃないからね、基本的に。何回も言いますよ。九州だからとか、どこだからじゃないです。メタルジグが通用する日と、通用するポイントタイミングがあるってことです。でもここなんかいつ来ても通用するっていうか、どこでもいつでも僕はやってますけどね。でどうしてもダメな時もあるの。その時は、今朝もねちょっとやってみせましたけど、そういう時はねトレーラーワームを、メタルジグをシングルフックにしといて、そこにトレーラーでワームをつけるという手法はある。そうするとワーム特有のやっぱり柔らかい波動と動きでしか食わない時の魚も釣れるし、メタルジグのフラッシングと手返しの良さも使えるしということでね、まだまだこうちょっと自信持てないなという方はね、ナッツジグに、スプーンなんかに使う、あのアイが水平で縦につくやつね、を1本だけにして夏塾に、今
夏十五の服ってこうついてるから平たいの、そうじゃなくて一本にするんです。でそれにワームをちょんがけして、まあ横のまんまでもいいんだけど見た目がちょっとみっともないのでね、まあ、原稿の方にあの書いて写真も載せておきますね。どんな銘柄のどんな服がいいのかちゃんと明記しておきます。あ、今一つまだジグだけじゃ自信が持てないという方にはね、ワームトレーラーおすすめです。でも今日のこの映像を見ていただいたら分かるようにいらないでしょ、トレーラー活性の高い時はね。トレーラーワームなくても釣れるタイミングが8割だと思ってください。で1割2割やっぱりワームトレーラーでつけといた方がいいよねっていう時もあるというね、それぐらいのもんなんですよ。こう喋って説明してる間にどんどん釣れる釣りって最高だね。まあロケ向きだから来たんだけどね。今日プライベートで来てたら僕今日ここ入ってないからもう釣れるの分かっちゃってるんで、うん、釣れるの分かったところで釣るよりも新しく釣れる場所を探す方が僕は好きなのでね、今日は皆さんにお見せするためにあえてこの釣れるのが分かってるところへ来ました。お、やったやったやった、血が乗ってた、ほら、あらららやったよ、待ちかねたよ君。この子がねかかりにくくって邪魔するんだけどね、よく引くから好きなんだ僕。これ夏になるとどんどん増えてくるからね、オハグロベラ、ササノハベラ、あとキュウセンベラはねちょっと釣りにくいけど、この辺はねよく食ってくれます。よいしょ、よし、いやいや楽しいよ。ここでキジハタカサゴベラ一個増えたね。すごいね、口の中緑色すんごい緑色だよ、口の中緑色だよよいしょ、いやーどんどん釣れるね。よし、さて来い、何かね条件、ここね多分風が常に沖から吹いてきて、この堤防とこの護岸でここにね餌が溜まりやすいんだろうと思うのね。それがねあのこんなに永遠とね釣れる条件の元になってるんじゃないかなと、うん、ウィンディーサイドってねルアー用語で言うけど、風の当たる側っていうのはやっぱり餌がね吹き溜まってくんだよね。だからそこにね魚が集結しやすい。メバル釣りをねしててこういう湾があって、右側の岸と左側の岸とあの風向きによって僕たちは右側やるか左側やるかをね分けてたもん。風が当たる側、今日は右に当たってるねって言ったらあっちばっかり釣るんです。もう明らかに超過が変わる。
で今僕たちが僕がいるここはもう毎回ここにたまるんですよ。よっしゃ。もう完全に今もう吹いてる風がもろにその風だもんね。だから濁ってて、この濁りはプランクトンやその他がね吹き寄せられて、あの水が濁ってるの。でもっと言うと、この後やってみるんだけど、あのテトラのはキワキワにね、あのでっかいカサゴがいると思う。吹き流されて集まりやすい。バッテリーがなくなった、 iPhone の。よっしゃー、と曲がってます。竿曲がってます。おー、あー、しでかいよ。やっぱテトラ方向に投げたらサイズが上がったね。うっ、よいしょ、重たい。よっ、でかい。緑色のカサゴ、赤くないねえ。おーし、グッサイズ。よっしゃ、写真撮りたいのに iPhone のバッテリーがあんまりなくなったぞ。給電しなくっちゃ。怒って背びれ立てて。よいしょ。はい、おかえり。おう。よし、この位置からもう一匹だけあのテトラへ向かって投げて釣ろうか。切れた。糸が擦れてたかな。あ、違うよ。まだ。ん、いい感じだね。お、食った。置いといたら食ってるよ。あれ。すごいな。ぶら下げてたらゴーンと当たってきた。ベラっぽいな、今のぶら下げてたら当たってきたやつは。やっぱテトラのそばいいね。完全に餌が溜まってるよね、あそこに。キワキワへ投げました。ドカーンと出てこい、でかいやつ。真っ赤でネチネチしたやつね。テトラ際でちょんちょんと踊らせて、中にいるでかいやつを引っ張り出そうという作戦。ああ。よし、外れた。おお、食った。外したら食った。ハンゴフで食いました。外したらドッカーンと。いい、よいしょ、これもグッサイズ。もうちょっと困ったな、釣れすぎて嫌味になるぐらい釣れちゃってるね。よし、じゃあもう本当にテトラ際行ってちょっと尺サイズ狙ってみますか。よし、ちょい移動。ん、思ったより食わないな。どこにいるんだ。
ゴジラくんいないかな。あー、ロープに引っかかっちゃった。よし。あー、サイズが。うわ、胸食ったけど。待望のゴジラサイズじゃないよ。ちっちゃいよ。よし。よっしゃー。穴釣りです。ゴジラではないけど、穴の中いるね。いるのはいますけど、うん。うっと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 。いやー、大満足。大満足です。もう、猛爆。爆裂、レンちゃんを味わって、うん。勢いようと。昼休みにどっか美味しいコーヒーでも飲みに行きます。いやー、最高。